このオーバルは対称軸を一つしか持たない、軽卵に似た形である角丸長方形。二つの等しい長さの平行線と二つの半円形からなる。陸上競技場に多い形である二つの対称軸の、ある、オーバルオーバル。オーバルは、幾何学で、卵型や、長円や、あるいは楕円に似た曲線のことを指す。また卵形、長円形、楕円形のことも指す。 他の曲線と異なり、オーバルには明確な定義がなく、様々な曲線がオーバルと呼ばれる。超円形の競技場もオーバルと呼ばれる。クリケット競技場は楕円形を成しており、オーバルと呼ばれる。オーストラリアの都市では、クリケット及びオージーフットボールに使われるスタジアムにオーバルの名が付けられている。モータースポーツでは超円形のコースを持つサーキットのことを指し、日本では ツインリンクモテギーが該当する。また、競輪では、形王角競輪場など、一部の競輪場の愛称に使われる。オーバルに共通する点はという点である。オーバルの二つの例が右に示されている。上野では、半円が長円と繋がっているが、では、二つの半円形は、線分で繋がっている。その他、オーバルは、様々な曲線や線分による構成があり得る。のオーバルは、 ラウンディのレクタングルであり、厳密にはオーバルではないが、陸上競技場など競技場にはこの形が多く、トラックや競技場をオーバルと呼ぶことがある。その他のオーバルの例としては、以下のようなものもある。デンマークの詩人、科学者、ピート・ハインは、自分の発明であると主張していたが、実際に直行座標形においてこの図形の座標を示したのは、フランスの数学者、ガブリエル・ラメである。 ただし、テーブル天板や都市設計のデザインなどにスーパーダイエを利用して一般に知らしめたのはハインの功績である。スーパーダイエを立体化したスーパーエッグはアンチストレスエッグという名称でステンレス製の癒しグッズ、知的好奇心刺激グッズとして発売されている。鳥などの卵の形は平田町で大体球形の回転団体の半分が 赤道面上で互いに接合しており、回転対象の主軸を共有している。しかし、卵型のという言葉は、赤道面での対象を描く形を指すことも多く、平田町で純粋な楕円体を指すこともある。また実際の立体の卵と違い、主軸を中心に回転させれば三次元平面が描けるような二次元の図形を指すこともある。鶏卵は自然にある卵形態である、 遮影平面の理論における、オーバルは、位数 N の遮影平面において、どの3点も同一直線上にない N1 点、集合を言う、有限遮影幾化学 PG におけるオーボイドは、どの3点も共線でない Q21 点集合を言う、オーボイド上の各点において、その点でオーボイドに接するすべての接線がただ一つの平面上に乗っている。ありがとうございます。